はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。今から始めるドラクエ10続きやっていきたいと思います。本日は、メタル迷宮ね、3連戦やっていきたいなと思います。バラルさんの強さが、あと経験値20万ちょっとで92になって、93がマックスなので、まあ3回行ってもいいかなと。3つあるのでね、ちょっと行ってみたいと思います。行きましょう、メタル迷宮。3個あるんで、これでレベル92は確定なのでね、行ってみたいと思います。一人で行きますよ。職業は、僧侶ですね。僧侶をマックスにしたいと思ってやっております。で、なんか変だぞと毎日見ていただいている方は、まあ、少なくとも前回の動画をね、見ていただいた方は、あれ、なんか変じゃないのと思っている方もいるかもしれませんが、全然変じゃないんだけど全然変じゃないですよ。え、ボス戦のリベンジっすか。なんすかそれ。ボス戦、ドラクエにボス戦ってありましたっけ。ドラクエってあれだよね、仲良くみんなと楽しく行って、ボスとかそういう変なの出てこないもんね。ボスとかいないっすよ、ドラクエはね。え、リベンジ、その前に前々回でボスとやって破れたんじゃないのって思ってる方、勘違いされてますね。なんかすごい大きな勘違いされてんじゃないでしょうか。そんなことありましたっけ。一切ございません。少なくとも記憶にございません。あれね、楽しくレベル93にしましょう。まあね、あれですよ、まあ昨日のね動画を見ていただいた方は、昨日一緒に行ったサポートのメンバーと一緒に、あれ、これどっち行けばいいんだ、こっちかな、行ったわけですよ、そこにね。で、まあ、なんちゅうの、同じ職業で、お、2匹出てきた。2匹倒したいな。リベンジなのでね、まあ、前回の時と同じ職業で行きました。前回時がね、いい感じに、赤くはなってないかな、黄色くなるぐらいのところまで行ったのでね、まあ、もうちょっとかなと思って同じ職業で行ったんですよ。行きました。でね、まあ、なんちゅうの ?30 秒持たないで終わっちゃったっていうんですか。で、また復活して、回復して、また行きまして、まあ、なんていうんですか ?20 秒持たないで終わっちゃったっていうんですか。で、今ここにいるわけですね。もう1日3回も嫌だなと。ちょっと楽しくね、経験値貯めた方がいいじゃないですか。あのね、ボス戦とかやんな方がいいですよ。やっぱゲームはね、楽しくないとね。ボス戦なんですかね、あれ必要ですかね。あ、必要かな、ボス戦とか。いらないんじゃないかな。わ、メタキン倒した方が、わ、あー楽しい楽しいですね、ここはね。ここはいいですね、一撃でみんなボンボン倒しててね、いい感じですね。なんて楽しい部屋なんでしょう、ここは。ほら、一撃。あ、ボス戦いりますかね、あれね。いらないんじゃないかな。オッケー。でもって、
箱が出て、あ、しまった、大変なミスを犯した、すげえ大変なミスを犯した。なんでこんな経験値少ないんだよ。8万ぐらい損しちゃったじゃないか。くっそ、撮影なんかしてたからだ。あげくの果てに撮影のせいにして、いやーダメでしょう。いや今 すげえ損したわ。4つ取ってきてもよかったかな。まあいいや。あ、4つは取れなかったのか。4つ取れなかったんだな。まあ3つまでしか迷宮取れなかったんでね。うわすげえ損したわ。元気玉使おうと思った。しかも元気玉もここで使ったらもう中途半端で損しちゃうよね。10分でもいけたかな、2連戦だったら。3連戦で30分使おうと思ってたんだよな。うわ失敗したわ。やっぱね、あのさっきのショックがね、2連敗してますからね。あの雪だるまになるじゃないですか。前回雪だるまになった後に強い攻撃を受けて、うまい具合にね死なないで、倒してたんですね。で今回行ったら雪だるまはそうなんですけど、雪だるまじゃない時にもね、強い攻撃してくるんですね、あの敵ね。てっきり雪だるまの次だけに強い攻撃してくるのかなと思ってたら、そうじゃないんだな。そういうのもあって、おこれは3匹倒したいな。これいけるでしょ、ひよってるからね。そういうのもあって、あっという間にねやれてしまいました。あれどうしたらいいのかな。僧侶を2人なとか3人とかに増やしていった方がいいのかな。攻撃手段はまあ少なくてもいいのかなっていう気もしなくもないし、どうやってボス戦をクリアしたらいいかちょっと悩んでるんですけどね。そもそもサポートではやっぱり無理なのか、このバージョン 3.2 は。どうなんでしょうかね。でまた弱いでね、普通弱いっていうのがもう普通になっちゃったみたいなのもね、どうかと思うんですよね。これ何、こっちですか。ということで、92になりました。93までは届かないですね、どうやってもね。今回はまあ前の動画でもねちらっと言いましたけども、サポートでね借りてくださる方がいらっしゃいまして、大変助かっておりますです。結構なね経験値を毎日いただいております。もうプレイしなくてもいいんじゃないかなってくらいね、経験値もらうので、何もしなくてもレベル上がっていくぞみたいなぐらいの勢いなんですね。そのぐらい借りてくださっているので非常にね助かっております。何分ねプレイ時間がね短いので、その中で、いろいろやりくじしていかなきゃいけないんですね。なので非常にね助かります。とりあえずメタキン倒して、まあ今回はまあ20万近くもらえるからね。で40万でしょ。であと40万ちょっと残るんだな、経験値が。
押し終わりね。まあそんなこんなで、もしかしたらね、全然話違うんですけど、福引き券が100枚ぐらい溜まってるかもしれないです。100枚溜まってたら、福引きの動画をね、作ろうかなと思うんですけどね。福引き券がね、ほんとね、溜まんなくなっちゃって、まあやり方だと思うんですけどね。福引き券がね、ほんと溜まんなくなっちゃったんですよ。で、なんかの、イベントで福引き券大量にもらいましたんで、あれ合わせればね、多分100枚超えてんじゃないかなと思うんですね。で、まあ100枚超えていれば、福引き動画をね、やろうかなと思います。スペシャル福引きはね、幸いにして、皆様のおかげで、たくさんね、いただいております。こっちもね、まあ、100枚までいくかな、わかんないけど、結構もらってるので、まあ、普通の福引券の動画と一緒にね、抱き合わせて撮れればなと思うんですけどね。景品的にはあれですよね、スペシャルよりも普通の福引券の方がいいですね。まあ、整数集めとかするんだったら、スペシャルの方がお得なんですけど、単純に上位が当たるんだったら普通の福引きの方がいいですもんね。あ、1匹しか出てこなかった。こいつの数次第でだいぶ違うんだよな。お、いっぱい出てきたけど、どんだけ倒せるかな。2匹は確定。で、こっから動き出すでしょう。逃げられちゃうかな。あと2匹、あと2匹。ああ、逃げた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 。残念。まあ、ということでね、あ、また6匹来た。これはちょっと無理かな。今度はピヨってない。ということでですよ。ボス戦とは何ぞやと。そんなもんありゃせんと。いうことですよ。なんで迷宮に来てんだろう。やっぱ40万。ちょっと余りますね。大きすぎた。小さなメダルか。福引きの方が良かったな。小さなメダルもね、あまりに余ってますね。石板やってないせいもあるのかな。もうちょっと石板に力入れてやってってもいいかなと思うんですけどね。小瓶、小瓶ですか。小瓶もいらないね。さてと、93が見えてきたな。次はね、魔法使いをやりたいと思います。魔法使いを、93にねしたいと思ってます。まあその辺がね今のメインなので、まあ、僧侶と魔法使いがいれば、なんとか、なるかなという。大丈夫か？みんななんか逃げちゃったぞ。お、ハグメタまだいた。まあ大丈夫でしょう。フルでもらったはず。これ福引きだよね。OK。
じゃあ本日はここで終わりにしますか。ここ綺麗だからね。あの樽の中身が気になりますが。ということで、バダルさんの経験値あと41万で93になりますね。5分後。OK。で、まあ、ボス戦のリベンジの方はですね、ちょっと考えます。どうしようか。サポの、組み合わせをね、ちょっと変えて、一回行ってみたいなと思います。で、組み合わせ変えた場合はね、勝っても負けても、動画として出そうかなと思うんですけどね。で、とりあえず強いでやってみて、どうしてもダメだったら、前回同様、普通、弱いって感じで、クリアしていくかもしれません。その辺ちょっとね、ネットで調べて、どうなのか、っていうのまでね、調べた上でやっていこうかなと思います。ということで今回ね、バージョン 3.2 のボス戦クリア。違いますね。でした。ということで最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。